福岡ソフトバンクホークス0から9北海道日本ハムファイターズ12日 PayPay ペペドーム今季9度目の完封勝ちを飾った日本ハム新庄剛志監督が予言した伊藤博海投手の好投に胸を張った伊藤は前回5日のソフトバンク戦で5回途中10安打5失点で降板しチームも今季最多の11失点で敗戦していたその際 新庄監督は、1年間ローテーションで回るような投手がピリッとしないと強いチームにはなっていかない、と珍しく強い口調で配信右腕を叱責していた。あれから1週間、右腕は味方の援護もあって7回6アンダム失点の口投で6勝目を挙げた。新庄監督は、テンポ良かったら点数入ってくる。これが野球の流れ、と解説。続けて、言ってたでしょ。 今日はいいピッチングするよって、と、ドヤ顔を見せていた。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。これで復活するなら毎回厳しいこと言った方が良いんじゃないか。とにかく今日は本当良かったがこれが続いてほしい。伊藤に限らずだけど、打線は明らかによくはなってきてるし、良いリズムで投げてくれると本当に点が入る。 先発が序盤にぶち壊してしまう試合が最近多いからそれがなくなればな。5、対勝した後の試合が本当に大事。今日は圧巻のピッチングだった。シーズン通して今回のような投球を続ければ相手チームには脅威になるだろう。残り少ないけど、後半戦も期待しています。打線も中軸が躍動してかなり見応えがあった。 最近アリエルの勝負強さが目立ちますね意外と3番が合うのか明日も応援してます改めてテンポよく投げることって大事なんだと再認識できました明らかに前回と違う近江君のピッチングいつもなら味方が点数取ると当たり前のように失点にして同点または逆転されていたけど 今日はテンポよく4.5回がを三者凡退にできたのは大きかった。さて大量得点した後の次の日は打線が見事に締めるイメージがあるけどここは連勝してほしいですね。今日の伊藤は最高。でも今後またテンポを自分で生み出せなかったりリズムを崩してキャッチャーや野手陣のせいにしてふてくされるならいい加減。 どんなに才能があろうと野球人のあるべき姿じゃないと新庄監督は見限ると思う多分、あっちゃん GM も同じ考えでノンテンダーはありえないけどいつでも水面下でた球団と交渉する気でいると思う「野手陣はしっかり仕事して白星届けたし先週あれだけひどい態度を取った有丸だって2打点稼いでくれた」 野球は一人じゃできないことと最高の仲間たちに感謝して今日の勝利をじっくりかみしめてほしい。今日のピッチングは圧巻で見事な真のものあった。これぞエースのピッチングと言えるものであった。真のエースというは、調子が悪いときも勝利できる投手であり、チームに貯金を作ることができる投手である。今後のピッチングで真価が問われることになる。 残りの登板のすべてを勝利するつもりで投げてほしいそのためには気持ちをコントロールすることだ精神をコントロールできれば投球をコントロールでき試合をコントロールできる伊藤博美は副交感神経優位型の自律神経タイプだから緊迫した場面やプレッシャーがないと本来の力は発揮しにくいタイプなんだろうと思う セットアッパーやクローザー向きと言われるのもそのタイプだとチームも見てるんでしょうね楽天の松井裕樹も同じく副交換優位の医学的根拠があったからストッパーにしたと当時の監督が話してましたねテンポは良かったけど単に速いんじゃなくてここ数回見れなかったくらい丁寧だったよね丁寧でテンポいいとかこれが続けば最高ですね あとは味方のエラーとか攻撃時にチャンスつぶしまくるとか今年のハムに戻った時に今日みたいなピッチングできたらいいな。